基本的にはお客様のご要望っていうのは実は少なくて、なんかちょっと抽象的なイメージを持ってこられる方がすごく多いんですけど、そこから汲み取って自分の中で噛み砕いて構築して作るっていうのがすごく多いんですけど、あとはそうですね、結構お任せっていうのもすごく多いので。お任せの場合はお客様のライフスタイルとか、あとなんか好きな趣味とか、そういうものに結構すり合わせてミックスしてデザインカラーを作っていくことが多いです。カットベースとカラーとの組み合わせで何かこだわりを持ってやってることってあるんですか？例えば今とかですと、ボブベースだと、例えば縦ラインでも横ラインでも面の構成なので、すごい綺麗に作ることが簡単って言ったらあれなんですけど、組みやすいんですけど、例えば最近ですと、ウルフとかそういうレイヤードのあるスタイルっていうのがすごく流行っているので、そうなってくるともう入れ方が全然違ったりですとか、あとはお客様が巻くのか巻かないのかとか、そういうスタイリングの仕方によっても全然入れ方を変えるっていうのは、かなりこだわってやってますね。